浦和レッズのスターティングメンバーです。4試合ぶりに勝ちましたあの名古屋とのゲームと同じ11人です。ゴールキーパー都筑、坪井、堀之内、ネネの3バック、中盤の底に鈴木と阿部、右サイドに山田、左サイドには相馬、ワシントン1トップで小野とポンテがその下でプレーします。トゥーリオは内転筋を痛めていまして今日のゲーム欠場です。さあ続いてはシドニー FC です。2005年から2006年の A リーグのチャンピオンです。注目は背番号10番のコリカ、2000年から2001年までサンフレッチェ広島で2年間プレーしました元オーストラリア代表、そして背番号12番のカーニーもオーストラリア代表です。3月21日の浦和とのゲームで先制ゴールを挙げた左足得意の選手です。決勝トーナメント進出をかけての大一番です。右サイド山田、やはり今日も3バックです。坪井一旦後ろに下げて都筑、ワシントン狙ってきます。鈴木啓太のファウルを取りました。宮澤さん、前の3月21日のゲームでは、はい、シドニー FC に開始1分で先制されてますから、この立ち上がり非常に重要だと思います。そうですね、やはりその時もね、浦和レッズの左サイド崩されましたよね。今日でもそちらのサイドには相馬が入ってますからね。ここ追っていこうの、これカットする、ワシントンが前を向く、右サイド山田が上がっていく、その山田へ、さあサイドから崩す展開になる、近いサイドに走る、ワシントンがニアサイド走っていました。一つレッズが目指していた形です。サイドからの攻め、まあ、そういう攻撃をしたいがゆえに今日もね、あの3バックで来てるんだと思いますから、そこを生かしたいですよね。上がってきたポンテ、そして山田からのクロス、遠いサイド、タッチを割っています。また山田突破です。今度は近いサイドのワシントンだ、胸で落として後ろから鈴木啓太、ポンテが左、相馬、中でマティラーだ、小野のシュート浮きました。いやー決定的でしたけどもね、ポンテ、相馬、最後はフリーでした。うん、いいポジション取りましたね、相馬からいいボールでしたけども、少し足でプレーするには高かったですかね。惜しい、見出す展開が続いています。右サイドのザドゴビッチ、中に入っていく、ブロスク、カーニー、ブロスクの左足だ、右サイドのブロスクが中に入ってきての左足です。これいいコンビネーションでしたよね、サイドの選手が中に入ってって、あそこでディフェンスがブロックするとファール取れますしね。つなぎたい列、ワシントン、うん、さあポンテにボールが渡る、オフサイドはもちろんない、これ後ろから上がっている、相馬、相馬が上がっている、その相馬狙ってくる、相手も人数しっかりね引いてきてますからね。45分を経過しています。ロスタイムは1分という表示がありました。さあ攻めの中ではワンプレーということになってきそうですが、
っかりとここはしのがなくてはいけません。前半終了しました。前半両チーム無得点。宮田さん、ただ特に序盤はですね、決定的なピンチがありましたよね。そうですね、シドニーの方が前線から素晴らしいディフェンスをしてきて、決勝トーナメント進出をかけての後半の戦いです。両チームとも選手交代はありません。オンテ、右サイドの山田から小野、ワシントンから左サイド相馬が上がっていく、中に切れ込む動き、ワシントンですが、コンテからワシントンが裏のスペース、おっと、マッシュ、ボールはどうだ、ボールは出ない、ボールは出ない、さあしかし攻め上がりがない、小野とコンテがなかなか上がれない、さあ小野だ、遠いサイド、小野のシュート打った、小野の左足、ワシントン頑張りましたね。今前線からの仕掛け、ワシントン、そこからチャンスを作りました。小野の左足、非常に後半入り方積極的ですよね。またいつものように192センチのドポールスタンリーが行きました。さあ大事なところですよね。巻いてくるようなボール、ワシントンですかね。タッチはありました。堀之内が懸命に追っていきました。選手たちにとっても非常に厳しい時間帯に入ってきます。カーニーからコリカ、オーストラリア代表、左足飛びのコリカからいいボールが来た、クリアできない、シュート打った、危ないところでした。ワシントンのクリア、空振り、最初のでもクロスボール、このボールですかね、矢のボール入りましたね。で 20m ほぼ正面、この位置ですと右足のコリカ、あるいは12番金髪のカーニーでもいけます。カーニーですと左足、コリカですと右足、列の大合唱、埼玉スタジアム、ここは守りきれなくてはいけません。ゴールキーパー続き、ゴール正面やや左 20m、 カーニーかコリカか、集中したね、コリカが打った、壁に当たりました。危なかったレッズ、いいキックね、持ってましたからね、昔もね。時間をかける、そして変わった岡野、岡野は縦へのスピードがある、ワシントンが前を向いてボールをキープする、これ時間をかける、ロスタイムの表示は3分という表示です。さあ岡野のスピード、縦に行く、そしてコーナーキック、いやコーナーキックです、コーナーキックを取りました、いやゴールキックです。前進はコーナーキックというジャッジでしたが、主審はゴールキックと見ました。ゲータから長谷部、鈴木ゲータが上がっていきます。無理にここは攻めずに、むしろ時間をかけてほしいレッツ。長谷部上がっていく、ワシントンの前、フリーになった、フリーになった、カーセシュート、いや外れた、ワシントン外してしまいました。この1位リーグまだ得点のないワシントン、入れば決定的なゴールでしたが、いや冷静なフェイントは持ってるんですけど、試合終了、浦和レッズ決勝トーナメント進出、0対0引き分け、壮絶なゲーム、90分間浦和レッズがシドニー FC をゼロに抑えました。